負けて欲しい仮面ブックメーカー当初の粧勝いいお疲れ様です。サンキューベッド結果多くです。本日は3ベッド。1820円のプラスでした。ディディーン。はい。こちらですね。買っております。はい。えー、そして今日はジム通いです。そして、とジム通い。コナミ コナみからのワシズロボが完成したと連絡がありました。テストを繰り返してからとうとう販売になる運びに。吉田さんよろしくお願いいたします。ということで。えー、僕の方にもですね、連絡が来ましたね。フルオート。フルオート待ってましたよ。みたいなね。フルオートなら僕でもできるっていうね。あの、英語できない俺にもできんのかフルオート。みたいな感じでちょっと、あの、まあ、今度お会いしてですね。あのー、まあ、だから僕、 ちょっと、そうそうそう。そう、365ベッドの講座作んないといけないですね。すみません。365ベッドの講座解説からちょっと入りたいと思います。はい。うん。3 6 5ベッドの講座をちょっと作りますよ。うん。はい。フルもうワンクリックらしいですからね。もうワンクリック。もうめちゃくちゃうさんくさいですよね。めちゃくちゃうさんくさいけど、どうなんその辺みたいなね。 でもね、これね、実際僕検証して、マジでフルオートでお金こう入ってきたら、やばないですか夢のシステムですよね。まあ、夢のシステムって言ってもね、この検証ももう556発目ですよ。この和鈴さんの血肉の和鈴、和鈴イズムがこのロボットに入ってるわけなので、うん。まあ、そのシズロボの、その、うん、なんだ。 原型となるものは、鷲津さんのロジックですからね。まあ、ここまで本当毎日変わってるんで。まあ、それがシステム上、こう、フルオートでできるように、こう、してるというところで、これがフルオート。<laughs> 震えますね <laughs>。ちょっと震えませんこれ。いや、僕もワクワクしてますね。これは、これ買わなかったらやばくねぐらいの商品、こう、来たぞという商品になると思いますし、 まあ、あと、フルオートなんで、まあ、あんまり寄りすぎると、うん、なんか、365ベッドから規制が入る可能性もあるので、まあ、ちょっと、あのー、気をつけて販売しないといけない部分はありますけれども、まあ、あとはまあ、僕の方でも検証してどうなるのかっていうのは、まあ、動画の方は撮っていこうかなと思いますけど、フルオートならだね、できるんで、うん。まあ、僕は、あの、コンテンツ販売をメインに今やってますんで、 うん、まあ動画あ、まあコンテンツ販売とか、まあコンテンツ販売なんですけど、動画をこう撮るっていうのを、まあ YouTuber になりたいので、多分僕がね、もしチャンネル登録者数10万人クラスいて、ね。で、このワシズロボット出したら相当売れんな。<laughs> まあ、この前ちょっとね、別件で打ち合わせしたんですけど、ある、ある YouTuber がですね、なんかあるツールを1200本ぐらい売ったらしいんですね。<laughs> やっぱ YouTuber すげえな、みたいな。 1200本っすよ。ツール。いやー、やっぱ YouTuber 早く頑張ろう。<laughs> はい。ということで、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。